能戸鉄道 NT800 系機動車は、能戸鉄道に在籍した急行系機動車である。1988年の能戸先天漢字に、急行、能戸小維号用として、富士重工業で2両申請されたパノラマ機動車で、ディーゼルエンジンは NT100 型と同じく UD トラックス製である。室内は床面より15センチメートル高い。 ハイデッカー仕様で、側窓にカーブとガラスを用い、車内デッキ寄りには海側に面して、ソファを廃止、デッキ部には、自動販売機、トイレ、サービスカウンターを備えるなど、ハイグレードな車内設備を備えた。1編成2両しかないため、検査入場で運用から外れた際には、のとこい事項は NT100 系2両編成で、運用された。のとこい事号が2002年10月に廃止されたため、 定期運用を失い、団体列車用に用途変更されたが2003年7月18日に旧車となり、能登線の廃線に伴って2005年4月1日付で廃車となった。廃車後しばらくは、七尾線のと中島駅の旧三番線に生体保存されていたが、2010年10月以降に穴水駅霊番線に移され、NT100K127 と共に保存されている。 能登中島駅に生体保存されていた当時の NT800 系機動車。ありがとうございます。